流水プールとは、流れる水の抵抗を活かし効率よく、水泳やエクササイズ、リハビリを可能にする機器のことである。特徴の一つとしては、ランニング用トレッドミルのように、一定の場所でターンをすることなく、泳ぎ続けることが可能である。英語では、EN、スイミングマシン、または、カウンターカレントやレジスタンス式プールとも呼ばれる。 通常は一般の人の腕、足を伸ばした状態の約2倍の長さ、約1.5倍の幅の水槽から形成される、コンパクトなものが多い。水泳やエクササイズなどは、ジェット、プロペラ、またはパドルホイールなどの駆動装置によって作られる、調節可能な水流に対抗して行う。1970年代に誕生した、このような流水プールは、当初は、 圧力式ポンプ駆動のエアージェットにより流れを起こしていたが、かなりの乱流だったため水泳にふさわしい環境ではなかった。1980年代には、これがプロペラやパドルホイール式駆動に引き継がれ、より滑らかな水流となった。現在は主に空圧式、高広子水量式、そして既存プール用流水発生システムという3つのカテゴリーに分けることができる。 ジェットプールの例このシステムを利用したものは水泳スパタイプと呼ばれプールというよりはむしろスパ機能を主にしたスタイルのものである名前が示唆するようにシングルゾーンの通常の水泳スパにはエクササイズ用スペースとスパスペースが組み合わさっている通常は FRP 製で水を動かす複数の空圧式ポンプが装備され片側に水泳用ジェットが もう一方に、スパイオシート付きマッサージ用ジェットが取り付けられている。エクササイズ用スペースは、例えば3馬力のモーターの場合は13リットル、秒の排出量を可能にする。すでに組み立てられた状態で販売されるためより、便利だと思われがちだが、大量生産のため本体が薄く補強工事が必要である。また、流水は、その量ではなく、 水流の速さと水圧によって発生されるため、刺激が強く、マッサージ治療ツールとしては実用的だが、質的には乱流すぎるとして、スイマーからの評価は低い。逆に、トライアスリートや海で水泳する者には、海の乱流を疑似体験できる、このジェット式の方が耐久力向上に役立つと思われる。市場に最も早く誕生したモデルの一つに、 スペックパンプス社が1973年に発表したバジュージアがある。これは既存プールに取り付ける水の推進システムである。1980年代にはモナークスパズ、廃業ガニゾーンの水泳スパタイプを開発し、プール用のポンプやその他の装備が別エリアのスパにも利用できるように設計された。このような2ゾーンシステムの利点は、 用途によって異なる温度設定や化学薬品の使用が可能なことである。例えば、シュースを使用するスパゾーンはリラクゼーションとマッサージのための十分な暑さに塩素を使用するプールゾーンは激しい運動にも適切な低い温度に保つことができる。1994年にはハイドローワークスが同社初の治療用の空圧式プールの特許を取得。 リハビリテーション用として空圧式ジェットとともに水中トレッドミルを利用したものである。創立者であるポールヘトラク博士は怪我をした馬が業務用水中トレッドミルでリハビリしている姿を見て思いついた。その後のバージョンにはセラピストがリアルタイムで治療を調整できるように使用者の姿をモニターに映す水中監視システムを採用している。 こういったジェット式システムによって流水を起こす製品はスイムスパやマックス社製のパワープールズなど世界中の数多くのメーカーが模倣し販売している。エンドレス、プール全部には推進力機、両側に水を戻すステンレスートンネルを採用。水中ミラーは動きを分析するために使用される。スウィメックスパドルホイールによる全幅の水流。 このシステムを利用したものは、主にプロペラやパドルホイールによって水流を起こす駆動装置がある。FRP 製や金属製、大量生産 VS 受注生産がある。装置によって作られる水流の質や容量は各、メーカーによって差があるため、ユーザーの目的や使い方によって最適なものを選ぶ必要がある。1980年代には、 新型の機械が登場。ジェット駆動による気泡の多い流水や乱流の不快感を解消する目的で、より滑らかな水流を起こすシステムが暗出された。その第1号が、スタン・チェランとマサチューセッツ工科大学卒の2人のエンジニアが1984年に開発したスイメックスである。強固な FRP 製本体と機械類が隣接して設置される。 この機械は特許パドルホイール技術により 1890L 秒という他に類のない水量を動かすことでプール全幅に安定した水流を発生する。リハビリやセラピーを主な目的とした施設用とよりラグジュアリー感が備わった住宅用がラインナップされており、いずれも機能性、耐久性、安全性を重視したものとなっている。 すべて受注生産で、この業界のハイエンドモデルだと言える。1980年代の後半には、スウィメックスより廉価なエンドレスプールがジェームズ・マートックにより開発された。このプールには、別に設置された油圧ポンプで駆動する、大型プロペラとステンレス鋼清水循環用のトンネルで構成された水の駆動装置が、 ビニール製ライナーでカバーされたステンレス構成プールの中に設置されている。プール内に設置されている駆動機は障害物となり、有効スペースも多少小さく、その水流はスイメックスより幅が狭いため使用用途も限られるが、水泳に関してのみで言えば、その評価は同等だとするユーザーもいる。誕生以来、エンドレスプールのシステムは他社によって模倣されている。 1990年代半ば、マスタースパズは、大量生産が可能なアクリル製本体に、特許プロペラ式水進出を組み込んだユニットを発表し、スイムスパ市場に、高広し水量を敷く動流水プールのベネフィットを、もたらした。マスタースパズ社のボブ・ローター CEO が設計した、マイケル・フェルプス・シグネチャースイムスパシリーズが、その代表モデルである。 同じ1990年代には、プロペラ式駆動システムを利用したスイムジムとリバーフロが市場に登場。これらの駆動装置はプールから離れた位置に設置可能。158L 秒を動かす垂直式プロペラは、太い PVC パイプに包まれ、そのパイプは既存のプールのコンクリート壁に組み込まれる。 これで作り出される流水はエンドレスプールのものと同等であると言われている。左上、バダストリム右上、ストリームしたファストレイン既存のプールに利用できる装置の代表的なものには、スペックパンプス社のバダストリムをはじめ、エンドレスプール社のファストレイン、スウィメックス社が2012年に発表したストリームなどがある。後者の2つは両方ともグロッペラ式だが、 ファストレインは別に配置した 5HP 駆動モーターとプール横に設置する水流を起こすステンレス光機械を使用するのに対しストリームはアウトドア家具のようにデザインされた超永続性ポリマーで包まれ静かで充電式設置不要な自動ポータブル単体ユニットである。ありがとうございます。